旅へようこそ。旅本日の旅こちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらジョージアラテニスタクリーミーラテを飲みたいと思います。ラテニスタといってもいろいろ出てきましたけど、今回はクリーミーなんです。これは初めて飲むタイプですね。初めてだから紹介してるんです。というわけで、まず早速ちょっと香ばしめな香りですね。では飲んでみたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。確かにミルクと違ってまったりとした感じはあるけど、そこまで甘くはないですね。これ確かにクリームの風味は強く感じましたが、そこまで甘ったるくはないですね。なのでカフェオレなどと比べるとちょっと甘さは控えめで、その分コーヒーの苦味香ばしさがあって美味しくいただけました。まろやかなのは飲みたいけどちょっと甘いのはなという方にはおすすめかもしれません。ピンポイントすぎるか。というわけでこれはこちらの点数とさせていただきます。それでは元旦は国も祝うやこの1年、元旦ぐらい、いや元旦だからこそ1年をお祝いしたいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。